こんにちは、森っ子です。さあ、前回モザイクについてやりましたけれども、今回ですね、ちょっと変わったモザイクの設定をご紹介してみたいと思います。今こちらに置いてある、こうしたボールがもうコロンとこのホールに入る映像なんですけれども、例えばですね、この対象物以外の周りにモザイクをかけたいなんていう、そういったこともあると思います。よくあれですよね、何かタレントがレポートをして、タレント以外の部分をモザイクをかけて、どの場所かわからないようにするとか、そういった映像というのを編集でですね、する必要がある場合もあると思います。これも場所ですね、プライバシー、場所を隠したいなんていう時に使いたいと思いますので、これちょっと力技になりますけれどもね、実際にやってみたいと思います。まずこれ何を行うかというとですね、一回このボールを隠すようにモーションの生成でですね、画像を置いてあげます。では実際に作業やってみましょう。こちらのカラー装飾を選んでいただいて、この中からカラークリップというのを選びます。これ単色の色になります。ここでですね、一番間違いないのが、この対象となる映像にない色、できるだけ入っていない色を選ぶと、一番綺麗にできます。今回は赤系統がほとんどないので赤を使います。この赤をですね、オーバーレイにドラッグして映像の長さにサイズを合わせます。そしてここでですね、モーションの生成を使ってですね、ボールを隠していきます。まずスタートのポイントでこのエリアの大きさを調整して、今回はこのロックを解除します。そしてここですね、ボールのスタートのポイントに持ってきます。さあ、そしてゴールポイントも大きさを調整して、少し広めの方がいいと思いますね。このような感じで合わせます。あとは、モーションの生成の使い方やりましたけれども、この間のポイントをダブルクリックして、こちらはこのゴールポイントでいいので、ゴールポイントをコピーして、こちらに貼り付けます。この間の移動ポイントですね、こちらを作ってあげます。移動させながらこちらを隠すように、途中エリアがちょっと小さくなった場合ですね、またエリアの調整をしていきます。こんな感じですかね。今ざっくりやってますけれども、もっと慎重にやってもいいですね。さあ、これで、ボールがすべて隠れるようになりました。これで OK をします。さあ、これ全然モザイクと全く関連のないような作業をやってるように思えますけれども、さあ、まずこの状態でですね、一回、この色が乗っかっているものを書き出してしまいます。なのでこの作業を注意したいのは、このモザイクをかけたいエリアの映像だけは必ず先にカットしてですね、分けて別の位置に置いて編集してください。ということで、この状態で
完了をしてですね、フルハイビジョンですとこの AVCH264 でいいと思いますので、まあ、適当な名前をつけて、まあ、これ後で捨ててしまいますからね、この、名称未設定でいいと思います。このまま開始をしてレンダリングを開始します。さあレンダリングが終わりました。再び編集の画面に戻りますと、タイムラインに今レンダリングした映像が出来上がっていますので、先ほどのこの赤い部分、このマスクに使った部分を捨てて、ここに今レンダリングしたものを重ねます。当然これ長さが合ってますのでね。さあそしてですね、このオーバーレイに置いた部分、こちらをオプション、選択している状態でオプションを押してですね、これに黒巻きをかけてしまいます。オーバーレイオプションを押してですね、このスポイトでこの赤い部分を選択します。なんとなく結果が見えてきましたかね。さあこんな状態で設定をしました。マスクがかかってます。さあこのマスクがかかってるものに対してこの FX を選択してですね、ここでモザイクというのがあるんですが、ここですね、ピクセレーターではなくこのモザイクという、これは全体の画面にかかるものです。こちらを選択してこのオーバーレイの映像にフィルターをかけます。さあそしてオプションを押してフィルターのカスタマイズをしましょう。さあここでモザイクの幅の大きさをですね、スタートとゴールポイントで調整をしていきます。スタートのポイントを選んで、例えば縦と横ですね、例えば29、29、まあ正方形というのを押してこれで調整してもいいと思います。30、30、30で今調整しましたので、このスタートポイントをコピーしてゴールに貼り付けます。そして OK をします。そうすると結果を見てください。このような感じでこのマスクがかかった部分は切り抜かれていますので、下の映像が出てきますので周りにモザイクがかけられました。これ上に載ってる映像がですね、何回もレンダリングかかってしまうので映像汚くなるって思いますよね。ただこれ考えてみてください。モザイクがかかってぼかす映像ですので、このモザイクの部分に綺麗さというのは私は必要ないと思いますので、ちょっと力技にはなりますけれどもね、こうした形で見せたいものだけを残して周りにモザイクをかける映像が出来上がりました。ちょっと応用になりますけれどもね、こういった作業をやりたいという方多いと思います。ぜひ使ってみてください。今回はここまでになります。